はい、皆さんこんばんは。松尾市の石塚です。今回なんですが、松尾市のイベントのですね、中止のですね、ご案内したいと思います。大変ですね、本当残念な、お知らせでですね、こういった風な形でお知らせしたくなったんですけども、こちらですね、まずですね、来月に迫ってます、松尾花火ですね、こちらの方が、昨年に続きまして、感染拡大防止ということで中止となって、おります。で、またですね、8月の毎年9、10ですね、こちらに行われております。こちらの私も実行委員として参加させていただいておりますが、松戸市区坂川健闘大祭りですね、こちらの方も昨年に続き中止が決定しております。そしてですね、少し先にはなるんですが、10月ですね、10月と言いますと、松戸祭り、毎年ですね、10月第1週の土日にですね、開催をしているお祭りでございますが、こちらの方も昨年、に続きまして、中止といったことが、本日発表されて、おります。非常にですね、残念な結果ではございますが、これ以上ですね、感染拡大防止するといった観点から、いた仕方ないかなというところは、ございます。その中ですね、検討祭りの方なんですが、こちらの坂川にですね、夜、灯籠を流してですね、その景色は非常に、幻想的なですね、素晴らしいお祭りなんですけども、こちらの方はですね、中止になって、灯籠流しの方もしないんですが、こちらですね、やはりこういった、コロナ禍ということで大変な時なので、いろんなことですね、お願い事やですね、祈願したいことを抱えている方ですね、多いと思いますので、そういったですね、方に向けまして、オンライン上でのですね、灯籠流しといった形でですね、こちらの方を開催というかですね、そういったことを行わせいただきます。こちらの実行委員会のホームページの方に詳細書いておりますので、そちらの方ですね、見ていただければと思います。こちら実際川には流されるんですけども、オンラインでですね、検討をですね、灯籠ですね、こちら申し込みできて、そちらがですね、後日はご供養というかですね、記念させていただくといった形になっております。はい、それではですね、本日は松尾市のイベントの中止のご案内をさせていただきました。最後までご清聴いただきましてありがとうございます。それではですね、また次回の動画でお会いしたいと思います。失礼いたします。